お前は何も分かってない。日本語が書いてあるから価値があるんだ。日本製だぜ。すごいだろ。私たちが生きているのは日本の皆さんのおかげです。歴史的に見るならば、日本ほどアジアを白人支配から離脱させることに貢献した国はない。しかしまた、その解放を助けたり、あるいは多くの事柄に対して模範となってきた諸国民で、日本ほど誤解を受けている国はない。もし日本が武断的独断とうぬぼれを退け、開戦当時の最初の決心を忘れずに、大東亜宣言の精神を一貫し、南機関や鈴木大佐らの解放の真心が軍人の間にもっと広がっていったら、いかなる軍事的敗北もアジアの半分以下過半数の人々からの信頼と感謝とを日本から奪い去ることはできなかったであろう。日本のために惜しむのである。バーモン・ビルマ元首相。ミャンマーはイギリス植民地として100年もの長い長い間土地されていたんだ。その時はビルマという国名だったんだよ。その当時の圧政と搾取、略奪、虐殺は本当にひどいものだったというよ。昔ミャンマーはビルマと呼ばれていた。イギリスに最後に滅ぼされたコンバウン王朝の王子が予言をした。いつか必ず来帝となって白馬にまたがり、東の方角からやってくる。そしてイギリスを追い払う。その予言をビルマの人々は信じていたんだよ。こんにちは。日本大好き外国人のマスラです。チャンネル登録がまだの方は、新しい動画を見逃さないようにチャンネル登録をよろしくお願いします。ツイッターもやってますので、ぜひフォローしてください。説明欄でリンクを貼りますので、ぜひぜひよろしくお願いします。親日国ミャンマー、民主化が進んでいたかと思われていたミャンマー、突然のミャンマー軍によるクーデターに驚いた人も多いと思います。ニュースではよく見るノベル平和賞を受賞したこともあるアウン・サン・スー・チー国家顧問。彼女はお父さんアウン・サン将軍の逸話でも有名なのは、仲間を裏切らない。ヤングン大学在学中のアウン・サン将軍は学生新聞の編集長もしていたんだ。そして反イギリス的記事を書いた同級生がイギリスを恐れた。大学側からその記事を書いたのが誰であるのかを教えるようにと迫られたんだ。それでも仲間を裏切るぐらいなら大学でもいいと学校側と戦った。これはビルマ中の学生を巻き込むことになり、大学は大学側が取り消しにすることになったんだ。今回はこちらの著書、世界にもし日本がなかったら、池間哲郎行く方者、こちらの本から、ミャンマーがビルマの頃日本との関係について一緒に勉強していきたいと思います。その当時の一時資料としての写真を、いつもお世話になっている水間情報 TV の水間正則先生著書、一目でわかるアジア解放時代の日本精神、ピーヘシピー、こちらから紹介していきたいと思います。東南アジア、ロシアなんかでも見ることがあるのが、日本語がそのまま書かれたトラックやバスなど車たち。お前は何も分かってない。日本語が書いてあるから価値があるんだ。車の持ち主たちは日本語の意味は分からない。でもね、
漢字だけだと中国製と思われるけど、ひらがなやカタカナ書かれていれば日本製とわかるからね。それだけ日本車の評価は高いんだよ。だから自分の車に日本語が書いてあると塗り直したりして消したりしないでそのまま車を使うんだ。どうだ、日本製だぜ、すごいだろってアピールになるんだ。だってね、マレーシアの私の家にも古いマスダの車、お父さんが仕事やプライベートで使っていたんだよ。その車にも謎の文字が書かれていたんだ。その時はまだ私も日本語を読めなかったから、なんと書いてあるかはわからない。だけど日本語が書いてある古いマスダの車に自慢げに乗っていたんだよ。懐かしいな。ミャンマーでもやっぱり日本語の書かれた車をよく見るんだって。あの池上彰さんも言っている。ミャンマー人は親日的で中国嫌いの人々なんだ。お金のことだけではないんだけど、中国から政府がお金を借りると世界銀行で借りた場合は金利は 1% ほどすると、その場合中国から借りれば 4% から 7% という高い金利になるというよ。そしてその借金が返せないとそこは中国のものになってしまうんだ。スリランカではそういった問題がたくさん起こっているんだよ。だからね、ミャンマー政府は中国からの投資や援助の割合を減らして日本や欧米からの投資の割合を増やしてきたんだ。ミャンマーの人々も四国や渓谷など隣国の企業や会社で働くよりも日本の会社で仕事をしたい、日本人と働きたいと言ってくれるんだよ。ところで国名がビルマからミャンマーに1989年に突然に変わったんだ。世界に向けて英語表記をビルマからミャンマーに変更。これはビルマはビルマ民族しか表していないとの説明があるけど、とにかく1989年に当時もビルマ軍政の時代だった。その時に突然ミャンマーに国の名前が変わったんだよ。ミャンマーの歴史は多民族の歴史でもあるんだよ。135もの民族がいると言われているよ。そして国民の7割近くはビルマ族で、他にはカーリン族、多くの民族が住んでいるんだよ。だからね、全ての部族の統一された国家としての宣言だったんだよね。ミャンマーという国名はね、1886年からイギリス領インド帝国となり、白人帝国主義の植民地政策による搾取、虐待、略奪、それらによって国民は苦しんでいたんだ。イギリスはやっぱりミャンマーでも間接統治をしていた。こちらの動画でも詳しく話しているので、まだ見てない方はぜひぜひ見ていただけると嬉しいです。ビルマと呼ばれていたこの国と日本とのつながりは深いんだよ。徹底的に軍事訓練を行い、大英帝国に立ち向かえるように指導したのは日本なんだよ。それがビルマ独立義勇軍、日本の南機関鈴木刑事陸軍大佐がビルマ独立に命を懸ける若者たち30人に対し、1941年台湾や香港で凄まじい訓練をしたんだ。その訓練に耐え力をつけ、独立の戦いが始まったんだ。それをミャンマーの人々はこうやって呼ぶよ。30人の同志、この30人の
中にアウンサン将軍、そして英雄ネウィンがいるんだよ。1962年から1981年まで第4代ビルマ連邦大統領となり、1966年に鈴木氏らをビルマに招待したんだよ。1981年にビルマ独立のために絶大なる貢献をしてくれたと、ビルマ独立義勇軍に対して軍事訓練を行った南機関の鈴木刑事大佐をはじめとする7名の日本人に対して国家最高の栄誉アウンサン勲章を送ったんだよ。勲章が授与された時には残念だけど、すでに鈴木大佐は亡くなられていた。代わりに奥様が書状を携えてた。それはね、1942年に鈴木大佐が任務を終え、ビルマから日本に帰るとき、アウンサン将軍から手渡された感謝状だった。そこにはこのような感謝のメッセージがあったんだよ。父親が子供に教え諭すがごとく、その子供を守るがごとく、雷将軍鈴木刑事氏は真の愛情を持ってビルマ独立義勇軍の兵士全員を教え、全員をかばい、全員のことに心を砕いてくれた。ビルマ人はその老若男女を問わず、このことを忘れることは決してない。我らはビルマ独立軍の父、ビルマ独立軍の庇護者、ビルマ独立軍の恩人を末永く懐かしむ将軍のビルマ国への貢献もいつまでも感謝される。たとえ世界が滅ぶとも、我らの感謝の気持ちが滅ぶことはない。天天者、アジアに生きる大東亜戦争より、世界にもし日本がなかったら、この本の著者池間先生はヤンゴンから車で30分、イラワジ川を大型フェリーで渡って、赤土がむき出しになっている、道路を車で2時間近く走り、さらに大型ボートに乗り換え、気温40度の太陽の光がギラギラと照りつける、そんな村に到着したんだ。実はそこには日本兵がいた村だったんだよ。外国人が来ることは珍しいのだろうか、人々が集まってきた。そしてこの村に訪れた私たちが日本人だと知ると、嬉しそうに目を開いて凝視するんだ。この時88歳のおばあちゃんに話を聞いたんだよ。おばあちゃん、日本兵が悪さしたのではありませんか。こんなストレートな質問に対しておばあちゃんは即座に両手を左右に振ってにこやかに話してくれたんだ。とんでもない悪さをする日本兵は一人もいませんよ。そうなんだ、この村に来て人々はみんな優しくしてくれた。遠くから日本人が来たと大喜びしてくれるんだ。その村ではこんな話も聞けたよ。40代ほどの男性、日本語を話せる彼の母親は子供の頃に日本兵から花子と呼ばれて大変に可愛がられていたんだよ。私は日本兵に可愛がられたのよ。いつも遊んでくれたと懐かしそうに彼のお母さんは話してくれたんだ。彼のお母さんは日本兵に花子花子とアイドルのように可愛がっていただいたという、そして日本を愛する母親に育てられた。この40代の男性は当然日本を大好きになったんだよ。そして彼は日本へ研修生としてやってきた。農業を学び、日本語もペラペラと
なっている。やがて彼には娘が生まれた。その娘には花と名前を名付けたんだ。花ちゃんは明るく美しく真の強さもあるんだよ。そんな彼の娘花が日本とミャンマーの架け橋になってほしいと彼は話してくれたんだよ。池間先生は中学生の少女に夢を聞いてみた。彼女はすっと立ち上がり凛とした姿勢でこう言ったんだよ。アオンさん、将軍は日本で学んだから偉大な人物になった私も日本に留学して勉強がしたい。そしてミャンマーのリーダーになりたい。ミャンマーの子どもたちには日本へ憧れる子どもたちが大勢いる。イギリス時代の苦しい生活からミャンマーを解放した30人の同志と呼ばれるミャンマーの建国のリーダーたちが日本で学んだの知っているんだ。こんな話も聞けたよ。ミャンマーの田舎で5歳前後の子どもたちが勉強する学校を訪ねた時、土間に丸いテーブルを置いて小さな子どもたちが学んでいたんだ。それこそボロボロの校舎竹で周囲を囲んでヤシの葉っぱで覆われている。土間にござを引いて真剣に勉強をしているんだ。小さな子どもたちがおしゃべりもしないでふざけることもしない。一生懸命に勉強している。その姿を見て池間先生は感動してしまった。教師にこう尋ねたよ。いつもこんなに子どもたちは真剣なのですか？当たり前ですよと逆に聞かれてしまうくらいだったよ。この姿を見て国家が豊かになれば素晴らしい人材が育つのではないかと池間先生は思ったんだよ。そして長い間支え続けているミャンマーのハンセン病施設にいたんだよ。私たちが生きているのは日本の皆さんのおかげです。地獄のどん底にいる時に手を差し伸べてくれたのは日本の方々。このご恩は決して忘れません。本当にありがとうございます。池間先生が支援に入った時には餓死寸前の極度な栄養不良の状態だった。運営資金もほとんどなくお米さえ買えない状況だったんだよ。それで先生たちは食料援助を始めたんだ。大変な苦労をしてきただけど、この言葉を聞いただけでやり続けてよかったと涙が溢れたんだよ。昔ミャンマーはビルマと呼ばれていた。イギリスに最後に滅ぼされたコンバウン王朝のおじいが予言をした。いつか必ず来てとなって白馬にまたがり東の方角からやってくる。そしてイギリスを追い払う。この予言をビルマの人々は信じていたんだよ。だけどね、ビルマのイギリス植民地時代は100年前後続いたんだ。白人に対して抵抗する意識も消えかけていた。しかし白馬にまたがる雷帝が本当に現れたんだ。それが日本軍人の鈴木敬司陸軍大佐だったんだよ。大佐はビルマ解放のためにアオンさん将軍をはじめとする30人の同志と徹底的に訓練をし鍛え上げた。彼らはビルマ独立義勇軍となり、ビルマ解放への道を突き進んだんだ。日本軍が入りたったの3ヶ月間でイギリスを追い払う。共に戦ったのがビルマ独立義勇軍だった。父親が子供に教え諭すが五徳、その子供を守るが五徳。雷将軍鈴木敬司氏は真の愛情を持ってビルマ独立義勇軍の
兵士全員を教え、全員をかばい、全員のことに心を砕いてくれた。ミルマ人はその老若男女を問わずこのことを忘れることは決してない。我らはビルマ独立軍の父、ビルマ独立軍の庇護者、ビルマ独立軍の恩人を末永く懐かしむ。将軍のビルマ国への貢献もいつまでも感謝される。たとえ世界が滅ぶとも我らの感謝の気持ちが滅ぶことはない。日本に住むミャンマー人のデモ隊から日本人はきっと助けてくれる。日本人は国際社会の中で私たちが最も頼れる誠実な人々だと信じていますとの声がある。多分30人の同志と鈴木大佐のことを知っているんだと思うよ。今も日本がミャンマーに対する最大の支援国であることが日本が切れる一番大きなカードかもしれないよ。ありがとうマストラ。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。ツイッターの応援もよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。